はいえー、今回のこの動画では、えー、Yahoo アカウントの登録方法について解説をいたします。では、まずクリックポストと検索していただいて、こちらの検索結果から2番目に来るこちらをクリックしてください。すると公式サイトの方に移動しますので、えー、こちらからスクロールしていただいて、ご利用の流れの詳細を見るをクリックしてください。 で続きまして Yahoo Japan ID の取得、こちらをクリック。あとはメールアドレス。Yahoo ID、まあ、任意のもので結構です。こちらを入力していただいて、あとパスワードですね。なるべく分かりづらいパスワードを入力してください。で郵便番号、生年月日、あと性別。あと T, T カードを持っている場合は持っている。持っていない場合は持っていない。 でこちらの画像に記載してある、えー、ひらがなをこちらに入力してください。で最後にこの、えー、Yahoo Japan ID を登録こちらをクリックしてくださいで。登録しますとこのようなメールが届きます。でこの確認コード必ずコピーして次の画面で入力する箇所がありますので,そち,でそちらに貼り付けをお願いします。 あとこちらですね。こちらの URL 必ずクリックしておいてください。まあ、すると、まあ、このような設定が完了しましたという画面が表示されますので、そちらを必ず確認してください。はい、これで Yahoo アカウントの登録が完了します。はいえー、今回ねこの動画は以上となります。